石川県庁は地方公共団体である石川県の行政機関である。石川県知事は1947年以降、高選制になってから選出されたのは4人で、日本の都道府県では最も少ない。中でも中西洋一は1963年から1994年まで知事を務め、8期31年という全国の知事で最も長い在任期間記録は、 現在も破られていない。観光産業や伝統工芸育成といった特徴のある政策も行われており、特に、能登空港においては、全国で初めて就航便に対して目標搭乗率を定め、目標搭乗率を下回った場合航空会社に対して保証金を支払い、これを上回った場合は、航空会社が販売促進協力金を支払う。 登場率保障制度を導入した。この制度は2009年に開校した静岡空港においても導入された。また、子育て支援策では2006年から共産企業の協力で子供が3人以上いる世帯を経済的に支援するプレミアムパスポート事業を実施している。この事業をモデルとした類似の事業は40道府県12市区で実施されている。 本庁においては一部を除いてグループ制が実施されており、その庁であるグループリーダーには課長補佐級を中心として担当課長級から係長級が当てられている。以下、右にある表示をクリックすると一覧表示される。2021年4月現在。石川県のテレビにおける広報番組は石川県ホームページ内では番組名と放送時間しか記載されておらず、 近隣の広域自治体と比べて個別の番組紹介が行われていない。また放送される番組はいずれも手話放送のみで地上デジタル放送での字幕放送は2011年現在も実施対象外である。ありがとうございます。